はい、長々と見ていただいてありがとうございます。さあラストワイリーステージ行きたいと思います。ここまで来たらちょっとここまで来たらもうノーコンテで絶対行きたいからちょっと気合入れていきますね。まあパリ山系でねつまらなければ大丈夫だと思うんですよ。いい感がありすぎるぐらいあるんで、もう道中何あれです道中食らいまくってもいい感でそうしていけるんで、ダメージで死ぬのを避けていきたい。おお、ムシ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 、多少補充しときたいですね。どれ行く？ワイヤーかな。水？水や。うわー、もう即死。いややって言うたとこやんけ。やめてっても即死は。うわ、危ない。めっちゃ嫌。危な。ちょっと集中集中、マジで怖いっす。よっしゃ終わった。うーんか懐かしいやんけ。しかも簡単、さすがに難しすぎて反省しましたかね。なるほど、はいはい、これはもうワイヤーでショートカットさせてもらいます。よっしゃ、どうせボスラッシュは確定で存在するはずなんで、できればボスラッシュまでにほどほどに回復しておきたいですね。うわ、かわいいエリアやな、ここ。よし、ボス来た。ステージ1ボスラストクラッシャー、いい感も7個もある。あれ、いい感8個じゃなかったっけ。あれ6の間違えたのか。7、ちらっと見たときに6、8って思ってたんですけど、1個も使ってないですよね。まだ1個も使ってない。うわ、落ちてきた、落ちてきた。ジャンプかわすだけかな。で、落ちてくる。うわ、これはロックバスターの方がやりやすいかもね。使う。そしてもうロックバスターに戻す。食らうな、ギリギリで当たってまう。当たってまうんすよ、当たってまうんす。溜め切って次で倒せるはず。よっしゃ、よっしゃー、危ない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 、きっちり行こう。
ステージ3になるんかな、これ。2？ 2 か。なんかあるな、これは。うわ。うーわ。怖っ。ここからですね。トン！やっば、これ。明らかに殺しに来とるな。あかーん。はい、もう無理やり。うっつ、危ない。させるか、ほんま。これはでも嫌やな。これでも、あ、こっちも落ちるしかないですよね。向こう側になんかいいもんがあるパターンちゃうかなと思いながらも落ちる。うわっ、ことがあんのよな。舐めてたらあかん、このハリステージ。よいしょ。まあいいや、これで左行けるから、左いいもんがあるんちゃうかと僕は思ってます。ナイスナイス。どっちでもあんまり意味はない。わあ、嫌な感じやな。使わせてきょるな。おった、何もらいましょう。一キャップやっぱ欲しいな。ん？あれ？こわ、こわ、もうやめて、ほんまに。ちゃんとくれるんやったらくれよ。来た。パワーアップですね、欲しいのは。なんなんこれ。ちょっとでも取っとくか。取りに行くほどでもないか。ここで十分回復できますよね。おっしゃ、ラッキー。できねー。十分回復できますよね。はい、そう。あっちっぽいな、正解。なんかここ最近来て、このどっちが正解とも言えない感じになってきましたね。ちょっと、あ、でもあっち行ったら全開できんのか。ちょっと待って、あっち行きます。うわ、あかんか、行けへんわ、帰れへん帰れへん。帰ろうと思ったんですけど、あっち行っといたらよかった。あっちで回復できましたよ。しょうもないミスだけはしたくない。よし、ステージ2ボスは、レインフラッシュリングブーメラン。レインフラッシュ打ち切ってからリングブーメランでいいかな。
ほとんど効いてない。じゃあリングブーメラン変えますかね。リングブーメランあんまないんですけど、どこに当てればいいんや。あのここかな。あと一発。しゃ、いいね。ガンガン来た、ガンガン来た。お次は何でしょう。あ、もうワイリーやん。ボスラッシュかな、ボスラッシュかな。僕の大好きなボスラッシュ来る。うわー、いっぱいお宝。どれを補充していくかっすけどね。正直糖度補充しときたいな。ボスラッシュのことを考えたら糖度補充しときたいっすね。僕的には糖度で勝てるやついましたもんね。あとはダイブも欲しいけど、糖度補充してリング、リングかダイブか。リング、うっそ、卑怯すぎるやろ。位置によって確定とかやめてほしいです。出すと、さあ何補充する。ダイブ、リンク、もうちょっと補充させてほしいな。これが限界か。来た、ボスラッシュですね、多分ね。伝統、ロックマン伝統の、あれ何もなし。来た、ドン。さあ、行こうか。こいつ何やったっけ。こいついきなりやばいやつや。ちょっと待って、ちょっと待って、こいつちょっと順番に見ていきましょうか。こいつが多分あれですね、何やったっけ、ダイブミサイル、これや。こいつのステージだけ下土にしてもらっとるわ。でもね、正直ダイブミサイルの意味って当たらへんからね。上にビューンって飛び寄った時にちょっと当てやすいってぐらい。もうもう死ぬぞ。大丈夫か、いけるか。死んだ、死んだ。強い、こいつ強いわ。しかもダイブミサイルがもうなくなりました。いい感必須で行くしかない。仕掛かってこいや。こうなったらもうガチンコで行くしかないですよ。全然減ってないな。意外とでもね、得意武器とかもそういうの割り切ったら意外といけたりするんですよね、ロックマンって。最初からやっぱそのこだわりすぎて、当てようとしすぎて、
ダメになるっていうのは本当よくあるんで。危な。おっしゃー。まあまあ一回見せてもらえばもう余裕かな。次誰？おっしゃ来た。こいつこいつこいつは雨降らしである程度削れるでしょう。弾をよく見てこっちはかわすことだけを考えよう。これね時止められてるんで確定で食らいます。うわーずるい。あの位置危ないな。これ時止まってる。よし危なかったけどよかった。でも糖度を補充しといて。よっしゃ次誰？あなたはスカルマン先生か。ダストクラッシャー。これやこれや。突然止まるようなやつや。じゃあいい感だらけよ。よし。お次は、お、こいつは弱いで。こいつはダイブマンはスカルバリア。いやでもこいつも普通に戦った方が。普通に戦った方が良さそうやな。ロックバスターの方がやりやすい。ちょ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 、乱れた乱れた。宇宙の法則が乱れた。こう。ああ。ああ。ああ、危ない。危な。一体として軽く倒せるやつがいない。こいつはドリルボーン。あ、こいつ多分余裕や。こいつはいける、こいつはいける。よっしゃー、こいつはいける。はい、次こいつ、もうそんなに強くなかった記憶がある。リングブーメラン。真上に飛ぶ。真上に飛ぶを心がけたら大丈夫。しゃ。こいつは弱い。はい、お次。次次誰やあんた。あんた誰や。ファラオショット、ため押しファラオショット。あーこいつか。こいつもそんなに大したことない。あっやっともた。見てなかった。 HP 見てなかった。ため押しファラオショット、ここで貯めといてほしいんですけど、ね、結構ダメージ食らってるな。あー危ない。ファラオショットがもうほとんど使い切ってもた。次はラストは誰だ。どれ使ってない、これか。あ、これ余裕や。こいつが最後に残ってしまった。ファラオマン。即止める。時を止める。地味な戦い。
はい。オーケー。ボスラッシュをクリア。さあ、来るぞ。リングブーメラン、まずは。ロックバスターでいくか。最初はそんな大差もないでしょ。リングブーメラン最後使うって書いてあるから、ちょっとロックバスターで。危ない危ない危ないな、これ。こいつもここにいといたら安全地帯ですね。はい、次ロックでいくか。ドリルボムあんまないしな。え、当たらん。あそこですね、あの上の部分ですね。当てないとダメなのは多分。え、マジか。どうやって当てんのこれ。いやいやいや、高さが。ん？どうやったらいいの？どうやったらいいの？全然高さが合わないんですよ。どうしたもんか。え？どうすんのかな？ちょっと待ってください。これはわからんな。こんなんで当てるの？無理。え？これとかに乗る？いや、そんなわけないもんな。あっ、え、どうやっ、おい、何やこれ。ちょっと待って、何これ。ちょっと待って、考えますか。ドリルボムって書い、ドリルボムか、ため押しロックバスターって書いてるんですけどね。これでジャンプしながら行くしかないってこと？そんなアホな。当たるけど、ロスがでかすぎると思うんですけどね。いくらなんでも。あたたたた。無理やな、これ。ちょっと待って。どんどん消費していってしまうぞ。あ、でもこれで、ゴリ押すか。はい。使い切った。どうしましょう。かわしまくってみます？何かしら動きがあるかな。ドーンって下に落ちてきたりするならいけるはずなんですけど。待ってよ、これバグってない？これ絶対無理、絶対無理。ちょっと待って、おかしくない？ワイヤーがなかったらもう無理なんかな。嘘でしょ。ちょっと待てや。これでここに変えて打ち込むとか。ちょ、待って、マジでか。ちょっとこれは辛いな。思いのほかちょっと詰まりましたね。第一形態はまあいいとして、ブラウンかい。やばいやばい、もう食らいすぎやって。
絶妙にむずい。なんかコツないのかな。めっちゃ怖いな。ちょっとなんかコツを見てみますか。弱点のドリルボムをわざと爆発させて爆風で攻撃する。なるほどなんすけど、なるほどなんすけど、それはいいけどないで、もうエネルギーが。実質罪やがなこれ。まあなんとかやってみます。弱点のドリルボム、ドリルボムがもうないっつーの。これをうわー、こういうことか。わかった。今になってドリルボムの操作がわかりました。もう一回二度押ししたら爆発するんや。はあ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 、なるほどね、なるほどね。でもちょっと無理。当たった。あ、当たった。ギリギリで。ギリギリで当たったな。いや、いけるかもしれない。今初めて一発当たった。ということでギリギリ頑張ってみます。冷静に冷静に。まずここでなるべく食らわないことですね。あれ、ここが安全地帯。いいか、3つ使い切ってもいいからやってみようか。まあコンティニューになると思いますけど、ダメ元でやってみます。ギリギリでジャンプでため攻撃ならなんとか入るっぽい。入らんか。入った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 。いけるいける。諦めてたまるか。諦めない。ふう。よし。よし。まだか。あと一発。よーっしゃー。しんどかった。あー、気持ち折れそうになったけどよかった。あー、しんどかった。よし。あー、手に汗握りますね。さあ、隠しステージというかこれが本当のラスボス。うわ、ロックバスター向こうって書いてますわ。ロックバスター向こう、ちょっと待って。で、ファラオショットとリングブーメランだそうです。ないし、ほとんどないし。回復させてくれんのかな。回復させてよ。あ、よかった。回復させてくれますね。ちょっと回復しましょう。もうまだ出るかな。出るな。ここはやっぱ優しいですよね。この辺はきっちり回復させてくれる。これ置いとかないと本当に済むんでね。ゲーム性がおかしくなるから。しまった。ファラオショットを回復しますね。
と動画としてはつまんない感じになりますが、早くさせてもらいます。じゃないと聞かないらしいんでね。それにしても出えへん。ちょっとずつちょっとずつ回復しましょうか。ちょっとちまちましますが、すいません。ああ、僕ね、もうさっきの今のボス倒せたことでちょっと嬉しいですね。気持ち的には相当テンション上がりました。あいつきつかったっすわ。結構難しい、あのボスは本当に。まあ、ドリルのことに、ドリルの仕組みに気づいてれば、おそらくもっと余裕で倒せてました。ドリルは二度押しするべしっていう。二度押ししたら爆発。その、意図的に誘爆できるっていうか、爆発、起爆できるんですよね。それに気づいてなかったから、それは正直、相当ミスですね。それ分かってれば余裕でした、正直。誰もそんな教えてくれへんからな。攻略サイトさん見せていただいて気づいたけど、気づいた時にはすでに遅しと、そういうことですね。よっしゃ、終わったかな。ちょっと待って、まだやな。リングを、大きいの出たんで、ちょっと先にリングを回復して、準備万端して、これで万端だったかな。もう一コマ、まあいいっすわ。行きましょう。よし、行こう。E缶は残り2。で、ロックマン時代は残り1機。よっしゃ。やるしかないわな。おっと、まだいた。タメを当てないとダメなんでしょうね。と、なになに、よう当たったな今。なにこれ、見えへん。あ、一瞬チラッて光った時に当てるんか。なるほど。これでもやりやすい、やりやすい。あんな下に降るときは無理やもんな。これ、あれ？おー、ミスった。もう今回で決めますよ。そんなもんダラダラいきませんよ。危ない。当たらへん。よっしゃ、当たった。もう一発。ラス1。よーっしゃー。え？来たー。やったー。お疲れさんです。いやー、長かった。あ、あ、逃げる逃げる。まだか？デンジャー。逃げる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 。かわいいな、ドット絵がかわいい。このワイリーのこの財力はどこから来るんですかね。やっぱり天才科学者やから。おお、闇の世界からはもう引く手あまたなんでしょうね。また電車乗っとる上、変わんと。唐突にエンディング始まりましたね。寒そうやなこの電車。いやー、よかったよかった。一応ノーコンテでクリアできましたね。かなり無理やりですけど、かなり無理やりですけど、まあ、道中ちょっとワンアップメインで撮っていって、
で、最後は苦しかったです。最後めちゃくちゃ苦しかったですけど、まあ、行けてよかったなぁ。いや、本当にね、行けてよかった。相当ドキドキしましたよ。はいはい。こいつどこまでただ乗りすんのかなぁ。割と遠くまで来てるぞ。あ、迎えに来た。え、死んだやつみたいになってるけど。いいね。見た目的には僕結構こいつとかも好き。上が目じゃないのって感じですよね、あいつ。トードマ。こいつはあんまり好きじゃないな。ちょっとなんか手抜きした感じがあるな。デザイン的な、こいつはかっこいいですね。強そう。若干手抜きした感あるな。はい、僕が好きなダストマン。いいですね、ダストマン。のダクトみたいなところからゴミが出てきます。こいつもまあ可愛らしいですね。潜水艦みたいなデザイン、ダイブマン。うん、いいね。こいつもこういうバイカーいますからね、実際深夜に。だったな。でもね、本当にね、ロックマンシリーズ、まあ、どれもそうなんですけど、本当によくできてるから楽しいんですよね。そのファミコン実況をいろいろやってて、やっぱしんどいアクションもたくさんある中で、ロックマンは本当楽しいですね。よくできてる。本当によくできてます。はい、終わりかな。ということで、ロックマン4、新たなる野望、無事クリアできました。ありがとうございました。じゃあですね、この辺で失礼したいと思います。また他の動画いろいろ上げてます。で、ロックマンシリーズももちろん今までも結構やってるんで、もしよかったら見てください。はい、またチャンネル登録もよろしければお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。